テクさんのエアコンが壊れて1年が経った。今年の夏はクーラーのない生活を過ごしたテクさんはエアコンを直すべくついに立ち上がるのであった。そして修理業者がやってきたのであったのだが、はい、なんとか治りますですかね。全然大丈夫ですよ。コンプレックスは問題なかったんで。ああ、コンプレックス。それないとちょっと暑くて死んでしまうんですよ。ですよね。どこが悪かったんですかね。ああ、ちょっと改善の方が少し焦げついてたんで。ああ、そうですか。もう部品は交換したんで大丈夫です。ああ、ありがとうございます。整形師の方は大家さんとやっておくので大丈夫なんで、はい、あ、そうですか。どうもありがとうございます。はい、つかぬことをお伺いいたしますが、はい、宇宙人の方ですか、ひょっとして。あ、わかります。いや、あのですね、はい、このなんか今、背中に背負って来られたこれと、はい、よく似た材質の方となんか知り合ってるような気がしないでもないかなって思ってまして金がいつもお世話になります。ああ、そうですか。はい、姉。はい、弟さん。はい、なんということだ、ひいこさんに弟さんがいたとは。それにしてもなんて礼儀正しい。ひいこさんとは大違いだ。姉がご迷惑をおかけしてませんか。いや、そんなことはさらさらございませんよ。いや、全然ございませんよ。礼儀に欠けていたりとか。弟さん。はい、弟さん。頭の中、読みました。すみません、つい母性のくせでやっぱり危ない。姉ちゃんがこれからもご迷惑をおかけすると思いますが、よろしくお願いします。あ、はい、あ、まあ、はい、わかりました。では、次の現場あるんで。あ、そうですか。はい、弟さん、はい、ちょっと一つお聞きしたいことがあるんですけど。はい、私、ちょっと興味本位なんです。何でしょう。弟さんが持ってきたこちらにあるものあるんですが、はい、これお姉さんひいこさんの頭のヘルメットとも、まあ、同じ力とかパワーがあったりなんかするんですけど。あ、thank you.